対するは光というカードになりました。金髪の女性対決ですね。ゲージは戦場です。アンシスターのシュートンが光、ヤマニョンがプロセスサマス。参りましょう。先ほどのふわふわとした挙動のファイター2人と打って変わって2人とも機敏にねステージを動き回るような非常に機動力の高いファイターとなっております。ただね、スマッシュブラザーズというゲーム、割と、なんですか、どのファイターにおいてもダメージの取り方っていうのは結構共通していて、コンボで、コンボ自体ももちろん存在するんですけども、他の対戦ゲームのようなね、長々とっていうとちょっと失礼かもしれませんけど、こうずっと続くようなコンボっていうのが、あんまりなくて、スマッシュブラザーズにおいては。その分、コンボではなく、浮かせた時の着地狩りですね、さっきから何回も言ってる。お手玉のような、着地狩りか、またはこの崖攻めっていうね、相手を崖端に追い込んで崖からステージ中央に戻ろうとする動きをせき止め続けるという、崖攻めっていう2つの展開継続で、ダメージを、たくさん重ねていくというのが基本になっております。機動力が高ければ高いほど、相手のね着地を狩るシーンとか横方向に逃げるシーンとかを追っかけやすくなるんでね、まあ、この、2人のファイターはそれが類まれなる才能を持っていると、才能というか性能ですかね、持っているファイターであるというところですね。まずはシュートンが下スマッシュを決めて撃墜を通していきました。先ほどからこれは気まずい読み合い、空中後ろですが変更は完璧、結構変更難しい技なんですけども、最初とっさにね変更しております。このゲームね、吹っ飛んだ方向をある程度、ずらすことができる、吹っ飛びずらしというシステムが存在しているので、それでこう高いパーセントになっても撃墜する技を減らしていくっていうのが、防御面のテクニックで結構重要になってくる部分ですね。ウソキズ、上必殺技を打っていったが、ホームランの横強攻撃というか、攻撃各種はね、スピードを持つ光と打って変わって非常にパワフルな一撃となっておりますので、シールドに対してね、ノックバックって言って、攻撃すると相手が後ろに下がるっていうゲームのシステムがあるんで、それでシールドキャンセル、上必殺技の間合いの外でしたね。シュートンが思い通りのゲームメイクを続けている。ヤマニョンはどこで活路を見出すか。ホムラーと光というファイターはそうですね、この崖際および、自分がステージに戻ってくる復帰っていうタイミングですね。で、非常にちょっと、単調なルートを取らなくてはいけないという、性能のファイターになってますから、ヤマニョンがつけいるとすれば、そこですかね。まずは崖でクロスサマスの横必殺技、非常に大きな吹っ飛ばしの心技を決めて撃墜を通していきました。1ニュートラルをジャストシールドから弱で反撃、空気の落とせましてそのバーガリは掴みでカバー、上へ上でターン入れ替わって、ここでなるべくなら長い間展開を継続したい。空中後ろから、そして上側移動回避ですか、空中後ろから移動回避に下スマッシュ狙っていったが惜しくも届かず、フラミネンスリボルトフォローが効いてる、崖際に逃げましたね。空中グラップから空中前つないで空気阻止の展開、深めにいった空中前ですがシュートのジャンプでケア、駆け狩りターンが入れ替わって空気阻止を仕掛けるのはホムラ側、怖いぞ、掴んで前投げ、フレイムの場でイスワルが反対向いてブーストキック、そのまま復帰、そして空中前、これはジャンプがないので撃墜です。さあストック追いつきました。このゲーム3ストック、顔の数さえ追いついてしまえばどう転んでもおかしくありませんが、まさかまさかのそのバーガリに完璧なタイミングで空中下を合わせてこのまま撃墜ですね。ヤマニョン選手ね、後半怒涛の防御力で追い上げをしていたので、まあ、2試合目以降どう転ぶかは全くわからない立ち上がりだったんじゃないかなと思います。さあ2試合目見てまいりましょうというところで、準備大丈夫そうですか。はい、というわけでね、本日解説に長田さんをお迎えしてここから試合の方を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでゼロスーツサマス光というカードになりました。はい、解説の中田さんとしてはこのカードをどう見ますか。やっぱりその空中エンドが振りづらくなったので、ゼロスーツサマスがですね、そうですね、はい、着地式の増加で振りづらくなったので、やっぱりその飛びが通しづらいです。飛びがちょっと通しづらい中で、はいはいはい、光はやっぱりこういう折り食う N とか、うん、差し合いの中で結構自由に触れる飛びを潰す技が多くて、はいはいはい、でなおかつ深めにも行きやすいので、うん、ちょっと繊細な
動きが結構ゼロスーツ側に要求されやすくなってますよね。確かに多種多様の、ね、空中技で、空中というか制空権を常に手にしているのが光という格好ですから、ね、この制空権を取られない絶妙な間合いで反撃を狙っていきたいというのがゼロスーツサムス側です。これは回避上がりにしっかりと攻撃を当てていく。ゼロスーツサムス側としては、まあ、掴みだったり、うん、空中グラップで崩して、うん、あとは復帰阻止でなんとか撃墜しきりたいっていうのがやっぱりそうですよね、うん、そうですね。このね、光とホムラっていうファイターはスピードに加えてこのリーチ武器を持っていることによるリーチっていうのも持ってますから、このリーチの外から殴れるようなゼロスーツサムスの空中つかみを使ってこれですね、うまく攻めを組み立てていきたいところです。これはブレイズエンドから分け狩り展開、空中前深めに行ったが空中前で追い払う。その空下が台下とかで当たってしまうと撃墜になりそうですね、うんうん、これはあ、少し狙っていったか、まさかの道連れの選択肢、判断が早いですね。結構あれメテオの威力自体はそうでもないんですけども、うん、やっぱり範囲が広いので、はいはいはい、ちょっと不用意にジャンプを使って復帰阻止とかに移行するとああやって巻き込まれて帰れないといった状況になりやすいんですよね。上様氏から空中へ繋いでいって弱場外に追い出して、なるべくならここでダメージを取っていきたいが、上必殺技非常に広い。空中白指導から空中前でダメージ重ねてダッシュ攻撃ダウン展開、しっかり受け身を読んでいたが、これは弱に因果率予測割り込んで、ちょっと珍しいあれでしたね、うん、ヒット確認をしたことによって確定しませんでしたかね。そうですね、結構あれってガードされても弱どこまで出し切るかで判断全部読み上げできるので、リレーをかけたりするんですけども、逆に当たってしまったのをリレーかかってしまったと、ちょっと変な形でしたね。そうですね、空中前から復帰阻止狙っていくが、フリップを買っているのはホムラの空上、空中グラップから読み合い奥側を読んだが、今度はどうだ、上変更で受け身の展開にならない。いいですね、ああいう風に空中前だったり、はいはいはい、空中グラップは本来やったらダウンになってしまうんですけども、うん、あえて上にすることで高く浮いてジャンプが可能にするといった、うん、ちょっとテクイですね。そうですね、このレベルのプレイヤーになってくると受け身をどの方向にとっても買ってくるというようなね。そうですね、うん、OK が日常茶飯事なので、結構弱1で、あとダウンのところに弱1置いて、うん、ダウンしたらダウン連、うん、そうじゃなかった場合は見てから掴みだったり、そうですね、弱を切り上げて追いかけて掴みと、まあ、海外だとテックチェイスなんて言われたりしますけど、かっこいいですね、かっこいいですよね。我々だったら受け身狩りとかですかね。ですかね、うん、なんかちょっとかっこいいですよね、海外 の、 あの復帰阻止がエッジトラップでしたっけ。復帰阻止はエッジガードで、崖狩りがエッジトラップ、レッジトラップです、ね、ちょっとかっこいいですよね、はい、そう、ダイラントスマッシュブラザーズスペシャルというゲームはね、国内外問わず非常に人気の高いゲームになっておりまして、はい、海外でもねこういった、コミュニティ主導の、はい、コミュニティ主導っていうか、まあ、半分ね、なんていうんですか、任天堂さんが絡んでたりもするんですけども、こういった大会がオフラインでの大会が盛んに行われておりまして、まあ、結構テクニックとかもね名前がついてるんで、まあね、すごい、なんていうんですか、直感的に理解しやすいネーミングなんですよね、海外のこと。そうですね、うん、日本はちょっと用語っぽい感じですよね。そう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 積極的に使いたくなっちゃいますが、まあ、今度のステージポケモンスタジアム2が出てまいりました。左右の、浮遊台と広めの、中央ステージを、合わせ持ったステージでございます。やはり真ん中の一番上の高い台がないので、うん、多少着地狩りに関してはゼロ様側がしやすくなるのかなと、まあ光もなんですけども、しやすくなるのかなっていう形ですね。はい、ステージも広めということも相まってね、上方向に浮かせ続けてダメージを取るといった展開が結構多めに起こるステージなのかなという印象です。やっぱりあの差し込みに関してはもちろん光の方が DA もあるし、クエノもあるし、クマエとかもあるし結構強いので、そういう意味で差し返しだったりこのゆったり長いグラップの間合いとかを使いたいゼロ様側のチョイスステージという形ですよね、うん。広めのステージを使って、撃墜拒否でね主に山本選手上回っていくという傾向がございますので、ここで撃墜技だけを拒否し続けてダメージを追いついていきたいところです。上スマッシュ強気に打っていきますが、ここは掴みからは反空中グラップ、復帰阻止の空中前を狙うが、小村チェンジが間に合って空中上からターンが入れ替わる。空中グラップ、この、うん、ゼロサムのフリップ、はいはい、ジャンプを狩る動きが結構上手くて、うん、もちろんその復帰とかの時に崖掴まれるのは OK で、うん、フリップだけを見る瞬間があったり、あとは光の時に一回下橋とか崖際で下橋だけを置いてフリップだけを見る、はい、前だったら当たるからフリップの時当たらなかった時だけを見るとか、はい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 、いったちょっと設
ットアップといいますか、うん、意識のつけ方が非常にうまいですね、うん、まあね、このステージ中央に戻られると崖狩りの展開が終わってしまうので、はい、それを、容易に可能にするゼロスーツ魂の下必殺技フリップジャンプをケアするような動きが特徴的なシュート。この回やって山本選手も終始ね崖を捕まらざるを得ないような、そうですね、そんな試合展開ですね。前詰めて宇宙ニュートラル、このホムラのね宇宙ニュートラル攻撃が、ホムラじゃない光の空中ニュートラル攻撃がね、こうゼロスーツサマスってシールドキャンセルから非常に強い反撃を持っているファイターなんですけども、リーチがあって多段技、はいはい、さらに機動力もあるということでなかなか反撃取るの難しそうですよね。そうですよね、結構ガーキャンウェビーなので、はいはいはい、前後確認をしなきゃいけない、うん、ってなるとああいう風にクエヌみたいに多段技でどこで着地されるかわからないってなると反応しづらいということですね、はい、さあこの浮遊台を使った着地狩り、航空で空中へを当てるとこのように飛んでしまうというね、ちょっとあれですかね、別編のステージ内側に入ろうとした別編ミスとかもあるのかな、はいはい、多分光が外側に外側にって追いながら空を当てに行ったので、はいはい、あそこで内側にすると光の感性と逆になるので着地が次しやすくなるんですけども、ああいう風にたまに事件が起きてしまうこともあるので、そうですね、非常にね、余ダメージが低い分ヒットストップが短くてベクトル変更が難しい、ね、技にもなってますから、おっさんの出来事だったので思わずというところでしょうか。場外に追い出してこの崖でできれば仕留め切りたいところ、空中グラップからダッシュにしたスマッシュを置くがシールドが間に合っている、空中前からダッシュ攻撃、コンボをつなげていって反対の崖、ダッシュ攻撃の着地狩りが非常に強力で空中に取られる最終弾を当てて、さらに崖狩り横強から空中前フリップジャンプに空中しろ、素晴らしい警戒復帰、そして仕掛けるがここはフリップキックで暴れていく、空中しろで固めて下スマッシュを狙っていくがジャンプでかわして弱で反撃、この崖狩り空中しろ空中前、ホームランの非常に広範囲をカバーする空中攻撃隠しがクロスウッサマスの柔肌に襲いかかりますが、これをなんとかかわしてここのつかみ、いいつかみです。ここ必殺技で崖にいい暴れですが、山山選手の選択肢もお見事でした、ね、そうですね、届かない位置で横必殺技、この崖は空中グラップから組み立てて空中前から復帰阻止、崖狩り崖を捕まり直して上がってきて空中へ着地狩りの展開になった。そろそろ横強でも弱でも崖際は撃墜されかねないので警戒するものが増えてきますよね。そうしなくてはいけない技が多すぎるぞ、弱三段まだ耐えてる、次はまずそうですね、崖際の受け身は取ってる、戻れるか、戻った、上スマッシュ強気に打ったがジャックまでシールドして着地狩りの上スマッシュですが空中攻撃と相打ち、すかして投げて上投げで撃墜、まだ分かりません、上スマッシュ強気に打っていったシュート、ちょっと上り気味の空前なり空 N を咎めそうな、ね、そうですね、いくらゼロスーツサマスがこう空中攻撃から始動するコンボのダメージが高い、はい、とはいえ今の上スマッシュおそらく動いたというか飛んだのを見てから打ってるようなタイミングに感じられましたね。あとはああいうのって結構ガードのタイミングとか動き出しのタイミングを読む人が結構多くて、はいはいはい、